こんにちは。マリサだぜ。霊夢だよ。Xbox360 の起動画面だから、今回はリッジレーサー6ね。そうだぜ、正確に言うと、リッジレーサー6と、リッジレーサー7をやるぜ。両方やるのね。以前やった、ゲーム画面の比較だ。前は、リッジレーサーズ2と、リッジレーサー7だったわね。せや。お、うぷ主のために、少し消えてやろう。うぷ主、永瀬玲子、大好きだからね。それに、短いし。ウプ主の言う、アメリカナイズドされた、永瀬玲子ね。あくまで、ウプ主の、個人的見解だがな。あ、バンダイナムコだから、リッジレーサー7のオープニングね。放置すれば、最初は、絶対 RC410 だから、今回は、ウプ主、切り取って編集したぜ。切り取って、編集？もう、ミニゲームや、消えるぞ。はいなぁ。Ridge Racer。なるほど、編集して、永瀬玲子にしちゃったのね。せやねん。で、今回も上下に並べて、短い方を長くして、合わせるぜ。リッジレーサー6と、リッジレーサー7だから。画質や情報量は、ほとんど同じだろうね。前回も、リッジレーサーズ2のゲーム画面は、こんなんだからな。で、こっちが、リッジレーサー7ね。当たり前だが、車も、ちらっと見える背景も、格段に進化しているぜ。確かに。で、リッジレーサー6だ。リッジレーサー7と変わらないわね。じゃ、最初は、ウプ主、大好きダウンタウンレイブシティの。アーケードモードで比較するぞ。これは、リッジレーサー6ね。仕様というか、性能が一緒かどうか。わからんが、どっちも、一番下のグラスでやるぜ。色違いだけに見えるわね。ウプ主、何度も走ったが、リッジレーサー7では、1回で余裕で1位になれるのに。リッジレーサー6では、結局1位になれなかったぜ。同じ、一番下のクラスでしょ？そうなんだが、敵者が意地悪すぎるのかな？それも、ウプ主的に言えば、アメリカナイズされてるのかな？なんとも言えんな、ようわからん。ウプ主、嫌になって、4位でやめたぞ。やっと、始まるわね。Xbox360 って、ロード長くない？この後、出るが、プレステ3でも、こんなもんじゃないか？プレステ5に慣れすぎたかな？あ、リッジレーサー7になった。コースセレクト画面な。走れるコースが多くなったよな。なんでもいいけど、ウプ主、はよコース探さんかい。まだ何回？やっと出てきたわね。ウプ主、走り慣れた、楽しいコースだぜ。まずは、通常の回り方だな。クラス分けは上下の並びは同じだが、数字が逆で。さっきは数字が小さいほどクラスが下だったが、今度は大きいほど下だぜ。へぇ。ウプ主、どちらも、アージュプロフェシーを選択。同じ車で、同じクラスだが、リッジレーサー6が、最高速222キロだが、リッジレーサー7では、247キロだ。ま、設定だけで実質変わらんな。そんなもんかねえ。一回、ここで止めるぞ。なになに？ん？
さっき見た、両方のコース図の静止画じゃない。そうや、よう見てみ。なんやなんや？見てるけど。あ。コースの長さが全然違うわ。そうなんだ、長さの表記が違うんだ。じゃ、コースレイアウトが違うの？か、形は同じで小さいの？コースレイアウトは左の、リッチレーサー6のが斜めになっていてわかりにくいので。かろうじて残っている、リッチレーサー6の、ナムコの公式サイトから持ってきたぞ。おお、コースレイアウトは全く同じね。ナムコの公式サイトでも、長さは短いのね。参考までに、リッチレーサーズ2のコース図だぜ。これまた、コースレイアウトは一緒で長さは、リッチレーサー7とほとんど変わらないわ、逆さだけど。私のせいではない。じゃ、コースレイアウトは一緒で、総じて的に小さいの？実際両方走った感じは同じだし、ラップタイムも変わらんぜ。じゃ、なんで？わからん、が、ウィキペディアのリッチレーサー6には、こんな記載があるぞ。ほうほう。今作ではなぜか全長の設定が極端に短い、と。設定、というか、記載だな。理由は不明って感じね。誰か、間違えて、そのままなんじゃないか？いいけど。これだけ、言いたかったんだ。あ、そ、戻りましょ。はい。リッチレーサー7の方が始まるわ。リッチレーサー6とは、看板の変更や少し構造物が増えた程度で変わらんな。早く、やりましょうよ。よっしゃ、上がリッチレーサー6で、下がリッチレーサー7の画面だ。それと、リッチレーサー7の BGM は消している。リッチレーサー6の BGM の方がかっこいい？なぜか、ノリノリっぽくていいな。じゃ、行くぞ。You ready?
リプレイ行くぜ。おう。Time for the replay. Time for the replay.
もう一コースやるぜ。あ、またあのコース？シャウ、リッジレーサー6と7の代表的なコースだ。あ、このハーバーライン765ね。せや、リッジレーサー6で初めて出たコースね。せや、それでさっきのダウンタウンレイブシティのおまけ的要素のアーケードモードではなく、作品のメインモードのリッジレーサー6はワールドエクスプローラーモード、リッジレーサー7はリッジステートグランプリモードでやるぜ。へえ、やっぱり違うの？吊るしの車でやるアーケードモードとは違い、車を改造できるんだ。特にリッジレーサー7は改造できる範囲が広いぜ。じゃ、速くなるのね。まあ、その分、敵車も速くなって意地悪になるだな。そうだわね。ちなみに、どうでもいいが、コースの長さはリッジレーサー6と7で、ぴったり同じ数字だぜ。そうなん。この車、ウプ主の好みで外観は比較的地味に改造してあるが、微妙にいかついだろ。ま、そう言われたら、わかる程度ね。中身は、ウプ主好みに結構いじってるぜ。グランツーリスモのパフォーマンスポイント制限みたいなのはないのね。そんなもん、ナムコにはないぜ。
レイね。ほな、行きま。今回は疲れたぜ。何の音？いきなりエンディング。また、30分超えそうなんでな。前回のリッチレイサーズ2と、リッチレイサー7のアーケードモードでの比較は、スタートとフィニッシュを合わせるだけで、ほとんど違和感がなかったが、今回はリッチレイサー6と7を比較するにあたって、最初の、ダウンタウンレイブシティはそんなに違和感はなかったけど、次のハーバーライン765は違和感でまじったぜ。何か違ったの？ダウンタウンレイブシティは、アーケードモードで同じくらいのクラスなんで。例のコースの距離の表記の違いはいいとして。なんなら、戻して、大体のラップタイムを比較したらわかりやすいが。リッチレイサー7の方が、ちょっと早いくらいだったわね。
まあ、吊るしの車で、リッチレイサー7の方が少し最高速が出ているせいかな？それしか違わないもんね。で、次もアーケードモードにすれば、簡単に合わせられたんだろうが。ワールドエクスプローラーと、リッチステートグランプリにしたんで。リッチレイサー6は、一番下のクラスで、リッチレイサー7は、そのすぐ上のクラスと大体合わせたんだが。苦労したぜ。なんで？リッチレイサー7は、車をカスタマイズできるんで、当然、ウプ主はチューニングしてるんで速くて、ラップタイムが違いすぎるんだ。なるほどねー。合わせるだけなら、アーケードモードと変わらんのだが。伸ばした時間が長いので、音声がめちゃくちゃになったぜ。だから、リッチレイサー7の DJ の声が低いのね。最初はあんなもんじゃなかったぞ。どんなん？もう、視聴者の皆様方には、とてもじゃないがお聞かせできない声だったぜ。じゃ、なんかしたん？もう、言うのもめんどくさい作業を繰り返して、あの程度にしたぜ。じゃ、どっちもアーケードモードにすればよかったのに。ウプ主が、カスタマイズした車を見せたかったんだな。まあ、わからんでもないけどね。多分、もっと簡単にできる方法があるんだろうな。多分ねー。ウプ主の知識と能力では、これが限界だな。勉強嫌いだからね、あいつ。それに、めんどくさがりなのが致命的だぜ。そうだね。まあ、今回は、リッチレイサー6の BGM でやりたかったからな。なんかかっこいいし、ノリノリっぽいもんね。リッチレイサー6の方を伸ばしたり縮めたりすると、ウプ主の方法だと音楽が変わっちゃうしな。まあ、ウプ主が勉強すれば、もっと簡単で、いい方法がありそうね。あくまで、ウプ主の方法で、スタートとフィニッシュを合わせると。前回もそうだったが、3周のレースで当然スタート直後はあって。2周目は全然合ってなくて。3周目に入ってしばらくしたら合ってくるな。そんな感じね。それに、リッチレイサーシリーズのこの辺りは、上下で、好き勝手にニトロを使って、急に速くなるから。そりゃ、途中は合わないよな。ま、ウプ主の勝手な分析ね。それと、ウプ主、ハーバーライン765の、リッチレイサー7の方は、リッチレイサー6に比べて速すぎるんで、一回もニトロを使っていないぞ。見返してみるわ。ま、それでも、リッチレイサー6より速くて、苦労していたぜ。それも、リッチレイサー7の、カスタマイジングの、メカチューンの効果ね。画像なんかは、ウプ主の目では違いはわからんが。リッチレイサー7で車をカスタマイズチューニングできるようになった効果はよくわかったぜ。同じくらいの性能の、リッチレイサー6と比較してわかったわけね。やっぱり、古いが最新の、リッチレイサー7は面白いぜ。リッチレイサー8が、楽しみだぜ。出るかどうか、未だ全く白紙よ。そうなんだ、結局、そこなんだ。ということで、お後もよろしいようで。永瀬玲子も歩いてるし終わりましょうか。だな。それでは、最後までお付き合いしていただいた皆様方、お疲れ様でした。何かお気づきの点やリクエストが、ございましたらコメント欄に、もし、この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録と高評価をいただけましたら幸いです。それでは皆様お忙しいところ、ご視聴いただき大変ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。それではごきげんよう。Over.